ブラッシングの重要性とおすすめのヘアブラシを教えちゃいます。チェックチェック、こんにちは。表参道ヘアティスト、あやまるです。今回はなくてはならないヘアブラシについて解説していきます。皆さん毎日何気なくブラシで髪の毛を溶かしていると思うんですけど、髪を健康に保つためにはブラッシングってすごく大切なんですね。なんとなく髪の毛にいいのは分かってるけど、どんな効果があるのかよく分かってない。そんな方のために今回はヘアブラシの効果とおすすめのヘアブラシについて紹介していきたいと思います。今回の動画を参考に普段なんとなくでやっていたブラシも意識をしてやってあげることで髪の毛をより綺麗にしていきましょう。それでは解説していきます。まずはブラッシングをすることで髪の毛にどんないい効果があるのか解説していきたいと思います。まず一つ目は髪の絡まりを解くことです。これはね、皆さんご存知ですよね。髪が絡まっていることで髪の毛が広がったりボサボサに見えてしまうので、しっかりとブラッシングをして髪の絡まりを解いてあげましょう。私みたいにね、髪の毛が長いと余計に絡まりやすいので、もうこの裾の特に絡まりやすいところだけ広がっちゃってもう大変です。逆にブラッシングをしてしっかり毛の流れを整えてあげることで、まとまりのある髪の毛に見せることができます。ブラッシングは必須ですね。そして続いて2つ目は髪の毛についた汚れを落とすことができるです。これは特にお風呂に入る前にやってほしいことなんですけど、お風呂前にブラッシングしてあげることで余計な汚れやホコリを落としてくれます。シャンプーするんだからその時でいいじゃんって思うかもしれないんですけど、お風呂に入る前、シャンプーをする前にある程度髪の汚れを落としておくことでシャンプーの泡立ちが本当に一段と良くなります。そうなることによって頭皮や髪の毛の洗い残しを防ぎ、頭皮環境をきれいに整えることができるので、お風呂に入る前はブラッシング忘れずにやっていきましょう。で、基本的に私はお風呂に入る前のブラシと朝とかに使う、髪の毛がきれいな状態の時に使うブラッシング、ブラシを分けてます。はい、では続いて3つ目は頭皮の血行を促すことができるです。ブラッシングする時ってこのブラシの先が頭皮に当たりますよね。それによって頭皮にいい刺激が与えられて血行を促進することができるんです。血行が促進されれば頭皮環境が整えられ、頭皮や髪の毛にしっかりと栄養を行き渡らせることができるので、薄毛だったり抜け毛の予防にも効果が期待できます。なのでブラッシングをした時についでにね、頭皮のマッサージも一緒にやってあげようっていうね、意識も持ちながらブラッシングやっていきましょう。はい、それではここからはおすすめのヘアブラシ紹介していきたいと思います。今回はね、3つ紹介します。まずはこちら、アホニコの美容師さんが考えた髪のためのブラシです。私はこのブラシをお風呂に入る前のブラシとして使ってます。このブラシの特徴としては、この横から見た時のカーブ分かります？ちょっとうにゃーんってなってますよね。これがね、ちょうど頭にフィットするんですよ。で、ちゃんとこの毛の先も丸いのがついてて、このね、丸いのがちょうど頭皮にいい刺激を与えられてめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。結構サイズがでかいので、本当に一回こう通すだけでもう頭半分全部ブラッシングできてる、なんかこの一気に気持ちいい感じがすごい、私は使い心地が大好きです。で、あとはこんな風にもうね、見ての通り穴が開いているので、これブローの時に使ってもいいかもですね。その場合はお風呂に入る前とお風呂から上がった後に使うブラシを分けてほしいので、一緒に使ってほしくはないんですけど、これブローの時のやつにしてもいいのかもしれないですね。このね、穴が開いてることで風が抜けるので、ドライヤーしながらでもしっかり風が髪の毛に当たってくれるので、髪の毛がすごく乾かしやすいです。あとはお手入れする時も、後ろからねシャワー当ててあげるだけで、この絡まった髪の毛とかも簡単に取れちゃいます。ブラシ自体のお手入れがしやすいっていうのも私が好きなポイントです。はい、では続いてはこちら、ダイソーの乾きやすいブローブラシです。このダイソーさんのね、ブラシは私のチャンネルでも何度かご紹介したことあるんですけど、本当にかなり使いやすいです。なので今回も紹介したいと思います。このブラシは名前の通りブローするときに大活躍してくれます。っていうのも、この一個一個の根も粗くて隙間が空いているので、ドライヤーしながらでもちゃんとブラシを貫通して風が髪の毛に当たってくれるんですよね。後ろにこうぐるって穴が開いているのと、目が粗いので本当にブロー中も髪が溶かしやすいです。やっぱり普通のブラシだとここにね、後ろに穴が開いてないので、こうブローしてる時にこのブラシのところに風当たらなくなるし、どこに風が当たってんのかいまいち分かんないみたいなことあると思うんですけど、そういった方には特にね、このブローブラシおすすめです。で、あとは個人的に面白いなって思ったのが、この後ろの部分ですね、ここがパカッと外れるんですよ。で、この外れた時も、あ、なんか外れちゃった、なんだろうこれ、まあいっか戻せるしって気づいてない方、見てもね気づかない方いると思うんですけど、実はこれ、このブラシのね、絡まった髪の毛をこう掃除することができるものなんです。この発想めちゃくちゃ面白いですよね。気づく人は気づいてると思うんですけど、なくさないようにちゃんとここにつけれるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。後ろからこう押してもらってもいいし、こういう感じでお掃除がすごく楽です。
そしてお掃除の部分もなくさないようにつけれる。これ最高。さすがダイソーさんですね。このクオリティのものがね、ダイソーで買えるのは本当にさすがだなと思います。はい、続いてはこちら、無印のヘアブラシです。この無印のヘアブラシはブナ材を使っていて、丈夫なのにめっちゃ軽いです。持ち手の部分もね、全部木になってるので、手にヒットしやすいというか、本当に使い心地がめちゃめちゃいいです。あとはこれもね、先端が丸くなっているので頭皮に負担がかかりにくいので、頭皮マッサージもできちゃいます。あとはこう、目の粗い部分の他に、この間にすごい細かい毛もあるので、髪の毛を本当につるんって溶かすことができて、溶かした後もめちゃめちゃ綺麗です。ちゃんと溶かせてる。あとは個人的にはこの抜けた髪の毛をしっかりキャッチしてくれるっていうのがめちゃめちゃポイント高いです。髪の毛長い人わかると思うんですけど、あの洗面所とか髪の毛めちゃくちゃ落ちません？下に。なんですけど、このブラシだったらこのね、細かい毛が間にたくさん入ってることで、抜けた髪の毛をしっかりブラシがキャッチしてくれるんですよね。なので床に落ちるストレスがなく、このブラシだけ掃除しちゃえばいいので、私はすごくお気に入りです。あの本当にこれを見るとホコリもちゃんと取れてるんだなって実感するんですけど、ちょっと汚いですよ。ちょっと汚いんですけど、あえて私今回掃除せずにこのブラシ持ってきたんですけど、見えるかな、髪の毛絡まってるし、間にホコリがあるの分かります？これ見ると、あ、本当に髪の汚れしっかり落ちてんだな、プラスしっかりキャッチしてくれてるんだなっていうのが分かるかなって思います。こんなに髪の毛に汚れついてんだって思いますもんね。これ見るだけだと、いや、ホコリつけたんでしょって思うかもしれないんですけど、もうそれぐらいついてるからやばいなって感じなんですけど、ホコリつけたぐらいだったらこんな奥まで入り込まないですからね。こう髪の毛を溶かしてつくから、ホコリがこんなに奥に溜まっているっていうね。いや、これ大変。もう今すぐ掃除しなきゃいけないレベルに溜まってます。で、そんな時に役立つのが、じゃん、このお手入れブラシです。この部分結構固めです。この感覚の、この硬さのお手入れブラシが本当にぴったりフィットして、もう綺麗にさーって汚れ取れるんですよ。ほら、ホコリもちゃんと取れてますね。一瞬1、2回通しただけでこんなに取れるっていう。こんな感じでね、優しくこうお手入れブラシで汚れを落としてあげると、簡単に綺麗、ホコリや髪の毛を取ることができます。汚っ。このね、横の部分もこういう感じでしっかり取ってあげれば、もうほんと軽くやってあげるだけで、ほら、ホコリ取れてるの分かります？さっき溜まってたホコリがこちらにたんまりついております。毎回毎回さ、ブラシをこう一本一本髪の毛取ったりするのって結構大変じゃないですか。そんな時はこのお手入れブラシを使ってあげれば、うわー、やーばーい、ここまで放置した私もやばいですけど、てかこんなに髪の毛ってホコリついてんだって思いますよね。ちなみにこのブラシは他のね、ブラシも結構使えちゃうので便利ですよ。すごいおすすめです。この目の粗さと硬さがちょうどいいんですよね。気になった方はぜひ試してみてください。これも無印です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はヘアブラシの効果とおすすめのブラシ紹介していきました。ブラッシングの重要性を知っておくだけでも、これからのブラッシングを意識してやるようになるんじゃないかなと思います。また今回紹介したヘアブラシ以外にもたくさん種類があるので、他のおすすめも知りたいだったり、ブラシの選び方を教えてほしいってことがあれば、ぜひコメントで教えてください。需要があればまた別の動画で紹介します。ぜひコメントお待ちしております。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と、私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクから、かもしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。いやー、にしてもこれドン引きなんですけど、やばくない？で、基本的に私これとこれをお風呂前のブラシとして使ってるんですけど、おもろいぐらいにやっぱりお風呂前に使うブラシってめっちゃホコリたまるんですよね。これもよく見たら、ほら、髪の毛も絡まってるのはもちろんなんですけど、やっぱね、ちゃんとホコリ、この辺とかもすごくない？こっちはもうさっき取っちゃったからあれだけど、で、これがブローブラシなんで、まあ、目も粗いこともあって本当にホコリがない。こう見るだけでやっぱりホコリがついたブラシでブローするのって結構怖くない？だからね、この今回の私の動画のこのやばいホコリを見て、皆さんもね、危機感を感じてくれたらいいんですけど、髪の毛が汚れるのはしょうがないから、ブラシはね、もう本当にシャンプー前と綺麗な髪に使うようで分けた方がいいと思う。しばらく貯めておいてよかった、このやばさをお伝えできた。髪にとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時はアマゾンビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は
150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。